ファミマのイートインスペースで子供食堂が、うん、資本家のなんか肥やしにされるだけだみたいな、子供が、ホリエモンチャンネル。それでは今日の質問です。子供食堂をやりたいと思っているのですが、子供食堂のイメージは低単価です。それではこっちが生活できなくなってしまいます。高単価か高回転率か、それか堀江さんが思いつくこうした方がいいなどありますか、という質問です。はい、はい、それではゲストご紹介します。乙武宏忠さんです。お願いします。はい、回答読んじゃいますか、ね、はい。このビジネスで利益を取ろうというのがそもそも無理ゲーかと、なんかあんまりこの方が なぜ子ども食堂をやりたいと思ってるのかがちょっとこの質問から見えてこなく、ニュービジネスとしてやろうとしてるでしょうか。明らかにもう高単価ならもう子ども食堂じゃなくただのレストランだし、うん、高回転率なら全然子どもたちの居場所にならないし、うん、結局それ子ども食堂じゃないよねっていう、なんかもうなんか子ども食堂がメジャーになりすぎて、うん、わけわかんなくわけわかんない人たちまでの目にまで触れるようになったってことなんじゃないの。プラスに捉えましょうか。うん、もうなんか意味わかんないよね。ちょっとびっくりする質問でした。ね、はい。なんか子供食堂も炎上してましたよね。あ、そうなんですね。ファミリーマートで子供食堂をやるから。へえ。コラボ商品ってことですか。違う。ファミマのイートインスペースで子供食堂が全国ネットワークでできますみたいな、それなんでダメなんですか。まずなんか子供食堂っていう概念を作ったなんかちょっと左翼っぽいなんか思想家みたいな人がいて、その人がめちゃくちゃ文句を言っていて、要は資本家のなんか肥やしにされるだけだみたいな、子供が、要は金儲けのネタにされてしまうのはいかがなものかみたいな、まあみたいなことを、なるほど、ね、とかもうとにかく廃棄、もう期限切れ間際の商品を食わせるんじゃないかとか、まあ、それはただの陰謀論なんだけど、期限切れ間際のものを食わせるんだとしても僕は別にいいと思いますけどね。まあ俺もそう思いますけどね。だって期限ないし。期限ないしね。そう。あれすごい嫌なのは、そういう論法の人って多いわけ。うん、左派の人たちに多いんだけど、その、要は NGO とかで、そういう期限切れ1ヶ月前とかのやつをタダでもらってきて、その、恵まれない人の施設みたいなところに配布するビジネスというか、NGO やってる人とか、NPO やってる人がいて、そういう人とかもそういうのを批判する人いるんですよ。貧乏人は期限切れ間際の食材しか食えないのかとか、みたいな、いやこれ期限ないだし、そもそも期限切れ間際の商品を流通上の理由で廃棄したりとか店頭で売らないようにしたりとかしてること自体がおかしいんじゃないのって思いますけど、でもそういう慣習があるならばそれをうまく利用してタダでもらって、その廃棄コストの代わりにタダでもらってタダで配ったらそれウィンウィンじゃんとかと思うんだけど、いやいやみたいな話になるのが、食べれるからいいけど、でもね、だからね、そういう人たちはやっぱりそのいわゆるなんだろうな、まあ、逆貧困ビジネスみたいな、なんかとにかくこう福祉の水準をどんどん上げていこうっていうところで彼らの利権が拡大していくっていうインセンティブがあるから、まあよりよくよりよくよりよくってなるんだけど、途中からちょっとなんか目的が目的化しちゃってるというか、これってもう普通の人たちの生活水準を超えてんじゃんみたいな、そこを別にそこまで持っていく必要ないんじゃないの、あとはもう自己責任でしょっていう、なんか僕はさっきのそのファミマ、になんか批判されてる方のご意見をお聞きして、と思ったのは、なんかその企業が儲けるためのネタに使いやがってっていうのは、なんだろう、
結果的にそれをやることでもし何らかファミマに利益がもたらされるのはそれはそれで僕全然いいと思っていて、うん、大事なことはじゃあ子どもたちが普段あまりちゃんとしたものを食べれてない子たちがものを食べれて、うん、なんとなくそこに子どもたちが集まって居場所になるっていうことが、うん、たとえその場がファミマであれ実現できてるなら、うん、それ子どもたちにとってもプラスになるしそれが企業イメージ上がって売り上げ上がるならそれはそれでさらにプラスだしで全然いいと思う。いやだからそうそうその子ども食堂の概念を作った人は個人とかがなんか自分の時間を差し出してなんかボランティア的にやるっていうのが子ども食堂なんですみたいな。まあだからボランティアじゃないのが嫌なのか、うんうん、まずねまずね、うん、で大企業がやるのが気に入らない。そこも大変ですね、うん、大変なんですよ。大変だ。大変なんですよ。そうするとね、何のためにやってるのかっていうところぼやけてきちゃいますよね。ぼやけてき、そうそうそう、うん、なんかね、そう、そうなの、うん。自分たちの定義した子ども食堂の概念を外れることが許せないわけ、うんうんうん。でも逆にファミリーマートがそうやってくれたら数もたくさんあるしめっちゃいいなって単純に思っちゃいますけどね。自分が創始者だったら やったと思いますけどね。だって街中にたくさんあるじゃないですか。そうそうそう、ファミリーマートなんて、うんうん、だけどそれは嫌なんです。嫌なんだ、ね、もうそれは感情だから、そっか、うん、でもね逆にそういうなんかちょっと歪んだいびつななんかものを持ってるからこそ、うん、こういう概念を思いつくのかもしれないですけどね、うんうんうん、なんかアーティストがちょっとなんか普通の生活できませんみたいなのと多分似てると思う、うんうん、なんかちょっと歪んだねよくほらアーティストの人とか役中になったりとかするじゃないですか、うんうんうん、やっぱなんかちょっと精神的にバランスを崩してたりとかする方がそういうものを見つけやすいのかも、うんうん、どうですか、そう思いませんか。いやめっちゃそう思います、はい、うん、そういうことなんですよ。うん、はい、はい、じゃあ最後カメラに向かって告知をお願いします。はい、私今ノートの方でですね、定期購読ブログをやっています。あ、そうなんですね。はい、かなり頑張って週5回ぐらい更新しているんでかなり月1000円でお得だなと自分では思っています。うん、結構面白いと評判なのでよかったら、試しに購読してみてください。よろしくお願いします。はい、はい、ぜひ皆さん購読してください。それでは最後 HIU ニュースに参ります。編集学部ではサロン本ことサロンデザインボリューム6の編集会議が行われています。企画、編集からデザインまで一から学べます。 HIU の魅力をサロン外部の人に伝える雑誌を作ってみませんか、ということでね、いろんなね、部門があってたくさんのことができる HIU なのでぜひ皆さん入会してみてください。はい、この番組が面白いと思ってくれた方チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートに答えてみてください。あとはメルマガ登録にご登録いただくと堀江さんが全員質問に答えてくれるのでメルマガ登録お願いします。はい、それでは今日もありがとうございました。はい。